1866年5月26日、ラムマー・ーミュア団の出港アマフ・インターナショナルアは1865年6月25日にハドソン・テイラーによって創設された超強派のプロテスタント選挙団である。日本においては国際福音選挙会とも名乗る。1865年ハドソン・テイラーは最初の英国への一時帰国の間に 中国内陸伝道協会の設立を決定した。宣教師の先駆者、カール・ギュツラフや、現代のウィリアム・チェンバーズ・バーンズのように、テイラーが最初に中国内陸での宣教師の仕事に就いた時に、中国の衣装を着た。1865年10月3日に、テイラーは、ジョン・スティーブンソン夫妻とジョージ・ストットを中国に遣わした。彼らは、1866年2月6日に、 中国に到着した。5人の宣教師が送られた。テイラーが1866年に中国に戻った時には8人が残った。その年の5月26日に、テイラーはこれまで最大の宣教師のグループを伴ってラムマーミュア中国へ行った。そこにはハドソン・テイラーとテイラーの妻と4人の子供たちを含めた16人の宣教師がいた。これは、 ラム・マー・ミューはパーティーとして知られることになった。この旅行は4ヶ月間を要した。1872年に中国内陸伝道協会のロンドン評議会が設置された。1875年には中国の組織的伝道を開始した。テイラーはまだ福音が届いていない九州に18人の神からの宣教師を求めた。1881年には さらに70人の宣教師を求め、1886年には100の宣教師を求めた。1887年には100人の宣教師が中国に派遣された。テーラーは中国内陸伝道協会への宣教師を募るためにいくつかの大陸を回った。19世紀のアンツには世界中でよく知られるようになった。1900年には、 クリスチャンと外国人をターゲットにしたワダ団の乱関連の暴動が中国で起きた。中国国内伝道協会は他の機関よりも多くのメンバーを失った。58人の大人と21人の子供が殺害された。しかしながら1901年に連合国が中国政府に保障を求めた時にハドソン・テイラーは財産と人命の損失のための支払いを受け取ることを拒否した。 それは、テイラーが、中国人へ、自分のキリストへの従順の姿を示すための、デモンストレーションであった。リクソン・エドワード・ホステが、選挙協会の監督へ任命された。1900年代の初め、キワダン事件の後から1911年の、侵害革命と、中華民国の建国の時期に選挙活動が大規模な、広がりが見られた。 例えば、ボーデン有限会社一族の浮遊の相続人であった、ウィリアム・ホワイティング・ボーデンが、アメリカでの快適な生活を捨てて、神の証明に応え、1909年にエール大学を卒業した後、中国北西部のイスラム教徒と共に宣教師になった。軍閥時代は無法状態を中国にもたらした。そして、宣教師の活動は時々危険に陥った。若い宣教師であった。 ジョン・スタム夫妻は1934年に共産軍によって殺害された。彼らの伝記、ジョン・スタム夫妻の勝利は1930年代から1940年代に中国で荒れ狂った戦争と迫害の試練にも、かかわらず同じような奉仕の歩みをした世代に霊感を与えた。中国での共産党軍が国民党軍に勝利した。 あとの1949年と1952年の間の期間は中国内陸電動協会のすべてのメンバーの不本意な脱出とフィリストムソンが書いている。指導者たちはイギリスに集まりその状態について話し合った。そして宣教師たちを西アジアに再展開させることを決定した。司令部はシンガポールに移動して日本、台湾、香港、フィリピン、タイ、 マレーシア、ベトナム、カンボジア、ラオス、インドネシアで活動を開始した。1980年にハドソン・テイラーの総尊、ジェームス・ハドソン・テイラー3世が、伝道団体の総主人になった。2005年に、中国人のクリスチャン、パトリック・フングが、最初のアジア人の指導者に任命された。ウィリストン・ウォーカー、キリスト教師 4P196、創立時、 特定の教派には属さない、信仰伝道協会であった。歴史遠隔香港アマフ。https コロンスラッシュスラッシュ omf.org スラッシュ hk スラッシュヒストリースラッシュ。ありがとうございます。